こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のリヴァイアサンバトルランキング対応のウィッシュリストおすすめ武器紹介解説。はい、ということで皆さんね、新しいコンテンツがやってくるわけですが、それに際してですね、必要な武器をあらかじめ揃えておこう。そして多分リヴァイアサンのこの実装のタイミングで新しいガチャね、同時に特攻武器のガチャが来ると思うんで、その時にねウィッシュリストに入れておきたい武器っていうことになってくるのかな。はい、なんでその時のねリヴァイアサンの特攻武器の性能がまだわからないっていうこともありますけど、まあそれはね、その当日の僕の性能評価動画を見た上で、どれをね、ウィッシュリストに設定するかの最終判断は皆さんにお任せするというところで、今の段階で現時点でのおすすめ武器を全て紹介していこうかなと思います。この動画すんげえ長くなると思うんで、適時皆さんで飛ばしていただいて好きなように見てください。で、一応今回の、動画の概要でいくとですね、今回あくまで特化武器の紹介ということになりますので、普通の汎用武器である全体回復とか、それから仏甲、魔甲バフとか、その他デバフ、防御、デバフとかね、そういったものの紹介はしませんので、もう前提条件みたいなところで見てください。で、仮にそういった全体回復系とか持っていなければ、もう高難度挑む際にはそういったものはもうほとんど必須系、必須レベルのものになっていますので、持っていなければそれらをウィッシュリストに入れるとか、あと5凸未満だったらちょっと6凸したいなとか、そういったものは皆さんのね、プレイの状況で選んでほしいなと思います。はい、で一応推測になっちゃうんだけど、リヴァイアサンは今のところ雷属性弱点が濃厚かなと、今までの FF シリーズで言っても多分雷属性弱点だと思います。であとバトルランキングの方はこれまたほとんど半分推測になっちゃうんだけど、お知らせ見る限りではもう名前がね、雷撃風神っていうところで、つまり敵が、雷属性の攻撃と水属性の攻撃してくるんじゃなかろうかと。であとお知らせのバナーにね、実はスコーピオン、ガードスコーピオンじゃない方の水の雷属性水弱点のなんだっけ、あれアーマースコーピオンかと、あと土弱点の混合棒ウー&タイが映っているので、もう確定だと思う。水弱点とちょうどそのね、雷属性が水属性弱点で、それから風属性が土属性弱点っていう、このエバクラの弱点属性の系譜から言っても確実に、そんな感じだと思うので、今回おすすめするのは雷属性と土属性と、それから水属性の武器ということになってきます。であともう一つ言っとくと、そのおすすめの武器のさらにそのウィッシュリストの優先度っていうのかな、そういったものは基本的に単体攻撃武器をメインに設定して、あとはそれらを強化するための属性力アップ系のサブで固めるっていう形になると思うので、まずはとにもかくにも持ってない方はね、単体の攻撃武器を集めていく、なおかつ、それを強化するためのサブ武器も揃えていくっていう形になってくると思います。そんな感じでね、見てほしいなと思います。とりあえずね、一つずつ紹介、ちらっと一言コメントずつで紹介していくんですが、多分長くなると思うのでよろしくお願いします。まずは雷属性の紹介、1本目はもう言わずもがなだね、クラウドの村雨です。これ最大が貫突すると単体の 750% の雷属性物理攻撃ということになりますし、ライザービがね、仏甲アップと雷属性威力アップになってます。もうこれ実装一番最初に実装されたガチャ武器なんで、もう半年経ってるからね、無課金の方でも結構もう貫突し終わりましたみたいな話も結構多く聞きます。なんでもう改めてこの村雨入れる人少ないかなと思うんですが、新規勢とかね、初心者の方、まだ全然突れてないよっていう方は、これはもう優先度としては結構トップクラスになってきますので、これら入れておいて損はないでしょう。全然突れてない人はね、逆に言うと突れてる人だったらもうこの村雨分の枠が空くんで、他の武器に回すとかっていうこともできると思います。はい、そしてあとはちょっと順番ね、このウィッシュリストの順ではないんですけど、あくまでこのライザービーで見ていくから、はい、マットのブロードソードアクシスですね。
これはアビリティとしては弱いんですけど、無属性物理なんでね、ライズアビがかなり優秀。これ村雨と一緒だね。ぶっ壊アップと雷属性威力アップなんで、例えばクラウドのサブ武器として非常にまあ優秀なものになっているんで、まあ、こういったものを入れてあげるとクラウドが強くなる。はい。それからグレンのショックバスター、これが全体の雷属性魔法ダメージ、さらにライズアビが攻撃アップと雷属性威力アップ。まああんまりこれ全体魔法を使う機会ないかなと思うんですけど、結局多分敵一体で出てくると思うので、まあ使わないと思うんですが、サブ武器としてね、クラウドとかの、クラウドやこの後出てくるルティアのサブ武器として非常にまあ優秀な性能で、物理と魔法を選びませんので、攻撃アップに関してはね、そういこういったものを駆使して戦っていくと良さそう。はい。それからまあさっき言ったルティアですね、こちらサンダーバード、これ影薄いんですよね、存在感全然ないんだけど、敵単体に 540% の雷魔法攻撃、さらに敵単体の魔法チューダウンというものがついてます。なんで実は単体雷魔法これしかないので、さらに自分で魔法ダウンまでできるし、ライザービュー超強力です。魔法アップ 62 ポイントの雷属性力アップがプラス39ポイントになってるんで、これルティアがメイン武器に装備するだけでも魔法レベルプラスレベル7かマックスまでこれ発動しちゃうんで、めっちゃ強いね。そう考えるとね、ルティアはもう最強の雷武器ということになってきます。まあ残念ながらこれのルティアの相方となる雷単体魔法の武器っていうかアビリティが存在しないので、リバヤサのガチャで出てくるかもね。一番怪しいなと思ってんのそれなんだよ、多分リバヤさんで雷の単体魔法武器出そうだなって。そうなってきた時はもうルティアがそのキャラの相方になるんで、非常にいい組み合わせになるかなと。当日まで、まあ待つしかありません、それについては。はい。あとねルティアもう一つあって、これだね、 SSR1976っていうものがあって、これまあまあアビは魔法アップだからそんな使わないと思うけど、ライズアビが HP アップと雷属性力アップなんで、これ非常に優秀だね。メイン武器をサンダーバードにして、サブ武器にこの SSR1976、 サブ武器というかアビ武器かに設定してあげるとかなりバランスいいと思う。 HP アップも必須ですしね、今の環境でいって高難度やる際にはね、さらに雷属性力アップも52ポイントもついているんで、非常に相性が良さそう。ルティアちゃんとねとつってあげればかなり強そうだなっていう印象があります。はい。それからセフィロスのこれ CC 合金刀ですね。これ敵全体で 520% の雷属性魔法攻撃と、あとライザービーが魔法アップと雷属性威力アップになってます。一応組み合わせとしては先ほどのね、ルティアのサンダーバードと同じということになってるんですが、ちょっとポイント配分が変わっている形になってて、雷属性威力アップが強いんで、この雷属性威力アップ目的であれば、一応クラウドとかに持たせることも全然できます。手持ちの状況次第によってはね。はい。そういったものと、あとは、レッド13。まあ、これも、だいぶ、マリタイムソードと一緒に入ってたやつだっけ？あ、違う。あ、一緒か。そっか。あの時代のやつだね。これが雷耐性ダウンと、ライズアビが HP アップとか雷属性威力アップなんで、火力出すためにはクラウドの相方とかで入れていくことも全然できますので、まあ、そもそも雷属性攻撃不足っていう状況でもあるんで、こういった雷耐性ダウンをしてクラウドのサポートをしていく、まあ、その他、仏棒ダウンとかそういったものと駆使して、まあ、レッドサーティーンあとサンダラブローで戦うとかね、そういったこともでも全然できると思うんで、まあ、これ結構優秀、サブ武器としても強いです。 HP アップと雷属性力アップ持ちなんでいいと思います。それからティファのクリスタルグラブ、はい、こちら全体の雷属性魔法とライザビで HP アップと雷属性力アップ、これ HP アップの上昇量めちゃくちゃ高いです。最大で62ポイントいくんで、サブ武器で装備しても30ポイント発動するからね、 HP が超十分なぐらい高くなるんで、これ1個装備しとけばもう HP は安心でしょうというところだね。であと最後ですが、ユフィの風切り、はい、こちらもレッド13のシーサイドカラーと同じで、無属性攻撃と雷耐性大ダウンまで持っていけるというものになっているんで、まあ、こちらもかなり優秀で、さらにライズアビでぶっ壊アップとバフデバフ時間延長、まあ、これはもう雷属性をサポートするようなものではないですけど、ユフィ自身をねクラウドの相方として連れていくとか、
で、ユヒも他にブッコバフとかもできるから、かなりサポート役としては優秀になってきますので、こういった編成もまあおすすめかなと思います。はい、そして水属性になりますが、まずご存知クラウドのマリタイムソード、こちら単体物理の 750% でライザービーがブッコアップと水属性力アップということになっております。はい、こちら、まあハーフアニバーサリーのね、あのグレンの武器を考えなければ、一応水の単体物理攻撃としては最強の武器ということになっておりますので、持ってない方はマリタイムソードを突ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、でこれライザービーも非常に優秀なんで、グレンのサブ武器として持たせるっていうのも全然ありなんで、むしろ最適なので、そういった編成も考えていくといいでしょう。はい、それからザックスのブラックウィスカー、これまたかなり優秀ですね。これ無属性攻撃であるものの、物防ダウンとさらに水耐性ダウン両方対応できるということで、まあデバフに特化、グレンとか、それからクラウドのね相方として非常に優秀な武器となっております。でライザービーもかなり優秀、ブッコアップ62と水属性力アップ39なんで、ザックスのメイン武器でも、それから、クラウドとか、それグレンのねサブ武器としても非常に優秀になっております。はい、それから最近出たもので言うとティファの、バニーグラブだね、バニーグローブ。はい、こちら敵単体に 850% の水属性魔法ダメージ、さらに HP50% 以上の時自身の魔法をショーアップ、最大大まで効果上昇可能ということで、これが現状の水の単体魔法アビとしては最強の武器ということになっているんで、こちらをウィッシュリスト入れられます。まあ、敵のね属性が別に水物理も魔法も関係ないので、とにかく火力さえ出せればいいので、さっきのクラウドでもグレンでもこちらのティファでも突れている方を選んでいくといい。まあもちろん一緒に使うことも全然できますけどね。でライザービーが魔法アップと、それから水属性威力アップになっております。ちょっと、他のキャラと見比べると若干そのポイント数に関しては見劣りするかもしれませんが、一応アビ の倍率で見れば最強クラスの武器ということになっているんで、間違いなく活躍ができるでしょう。はい、それから今回の新しいピックアップ武器だね、こちらフェザーグラブです。こちら敵単体に無属性の攻撃しつつ、さらに魔防中ダウン、さらに 50% 以上の時水耐性自身の水属性ダメージをアップということになってるんで、初のね水バフ、このフェザーグラブとバニーグローブを組み合わせた時の倍率に関しては、このゲーム屈指の属性火力になってきますので、まあ、最大火力を目指すんであれば結局このティファの組み合わせになってくるのかなというところだね。まあ、とつれてないとね、ちょっと、デバフとかバフデバフの時間の関係上せわしない動きというか、ダメージ効率が結局落ちてしまうみたいなこともあったりすると思うので、まあ、なるべくなら、まあ、とつりたい、そういったことは必要かなと思います。はい、で、あとはちょっと順番前後して、ケットシーのグリーンメガホンですよね。こちら敵単体の 390% の水属性魔法ダメージ、あごめん、貫突時 620% だね。さらに HP50% 以上の時敵単体の水耐性を大ダウンということで、こちらもまあ水属性の威力を出す上では非常に重要になってます。でこちら水属性魔法攻撃ではあるんですけど、水耐性ダウンは物理魔法関係ないので、クラウドとかそれからグレンのね、相方として連れてくってことも全然いいと思います。でライザービーマコアップだ、水属性力アップなんで、まあ、これ自体をティファのサブに持たせるっていうのも全然ありです。はい、それからあとはまあライザービー目的になってくるんですが、レッドサーティーンのノーブルカラー、これ敵全体 520% の水属性魔法ダメージ、まあ、全体攻撃は使わないと思うので、ライザービーだね、攻撃アップと水属性威力アップついてます。これアタッカー全員に使えるんで、物理魔法関係なく非常にまあ優秀な、サブ武器ということです。それからルティアのサーペントイーター、はい、こちら敵単体 790% の水属性物理ダメージということで、一応ね、まあ、このルティアの武器に関しては単体水物理珍しいんですけど、ただ難点はクラウドとかグレンみたいなウェアがないので、火力はウェア持ってるキャラと比べるとどうしても
下がってしまうので、まあ、グレーンとかクラウドのサブ武器とかで持たせるのが良さそう。で、HP アップと水属性威力アップだから、ティファのサブ武器としても全然使っていけるんで、その辺は汎用性は高いと思います。はい、それからグレンのマイスティーロ。これもグレンのアビ武器だね。ハーフアニバーサリー武器メインにして、これをアビ武器に装備して戦っていくのがベストかな。ライズアビ的に HP アップと水属性威力アップです。はい、それからマットのコモンレイブン。これも全体の水属性魔法なんですが、こっちは使わないかな。ライズアビの HP アップと水属性威力アップ目的で使っていきましょう。はい、それから最後、ティファのクリス、これじゃねえな、クリスタルグラブじゃなくて、こっちだね、グランドグラブ。はい、これライズアビが治癒力アップと水属性威力アップ。ちょっと使いどころむずいけどね。治癒力がちょっといらないので、使いどころ難しいかなと思うんですが、一応水属性威力アップが52ポイントついてるからね、かなりポイントとしては高め。単純に水属性威力アップ目的として、使う分には問題ないかなというところですかね。そして最後、土属性です。土属性かなり少なくて、現状最強の武器がもう決まってます。ルティア、ホリデーリボルブ、敵単体で 800% の土属性魔法ダメージ、さらにライズアビがマコアップと土属性力アップで、まあ、かなり理想的な組み合わせの構成になってるので、もう土属性といえば、とにかくもうルティアをひたすらとつるって感じかな。もしかしたらガチャで新しい武器でそう出るかもしれないね。土属性魔法なのか、土属性物理なのか、土属性物理が出てない。でも、まあ、最近の流れで言えば魔法なんだけど、今更土属性物理で出てもっていう感じはあるから、もうそれに対応するサブ武器が存在しないからね。まあ多分、どうかな。どうかなって感じするけど、土属性魔法か。なんか土属性耐性ダウン系で出そうな気がする。そうなってくると割と今の現環境で言うと人権だし、あのバトルランキングで相当思ってるかどうかで差が出てきそうな感じがするんで、重要だね、土耐性ダウンはね、今後。はい、それからグレンのジギーファム。これ全体の土属性魔法、こっちはまああんま使わないと思うけど、ライズアビだね。これが先ほどのホリデーリボルブと全く同じなので、ルティアのサブ武器として必然的に最強のサブ武器ということになってくるんで、おすすめ度かなり高めです。はい、それから僕ちょっと存在を忘れていたんですが、これね、これも、ジギーファムと一緒なんで、ほぼ。アビが一緒で、で、ライズアビがマコアップと地属性力アップで構成一緒なんですけど、ポイントがちょっと逆になってるというか、マコアップが少なめで地属性力アップが高めっていう感じになってます。こっちもどっちにしてもルティアのサブ武器として最優秀ぐらいになってくるので、最優秀だね。どちらかってジギーファムよりこっちの方がいいかもしれない。貫突時のステータスで考えるとマコアップが余計になってしまうので、こっちの方がいいかもしれないね、ジギーファムより。なんで、まあ、ルティアをバチバチに強化したいんだったらおすすめです。はい、それから、もうルティアに全振りになっちゃうからね。土魔法に関しては。で、エアリスのワイザーロッド。これまた敵全体の土属性魔法で、ライザビが HP アップと土属性力アップになってます。一個だけこの HP アップ系にしてあげると非常に安定感出てくるのかなというところですかね。はい。で、最後ですが、レッド13のレザーカラー。はい、こちら、部属性物理なんですけど、ライザービーの構成が HP アップと地属性力アップで、ワイザーロッドと同じになってますので、こちらもまあ、ルーティアに、まあ、どちらか装備させていくといいんじゃないかなと思います。ステータス的にはワイザーロッドの方がおすすめかな。はい。といったところで、一応これ全部揃えてみたんですけど、こんな感じですね。どうでしょうか。ここにまあ今回ね、紹介したやつを一気に揃えてあげると、バトルランキング、それからリヴァイアさん攻略にも非常に役に立つかなというところだね。で、あとポイントとしてはやはり、皆さんの手持ちの中で誰を使っているか、もう頭の中で想定パーティーを作って、それで、ウィッシュリストに入れていくのがまあベストかなと思います。もちろん当日ですね、リヴァイアさんの攻略動画とそれからバトルランキングの攻略動画両方作りたいと思いますので、僕の動画を参考にガチャ回すとかウィッシュリスト登録するようでも全然いいと思いますので、今ね決める必要はないと思うので、
あくまで今のうちにちょっと準備というか、頭の中で誰組んでこう戦っていこうとか、そういったことはね、考えていくとこのゲーム楽しんでいけると思うので、皆さん心ゆくまでエバクラ楽しんでいきましょう。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。